東京歌舞伎町で顔を複数回殴り重傷を負わせた疑い、指定暴力団極東会系幹部46歳の男を警視庁が逮捕ということなんですね。極東会系の幹部の46歳の男性は2月7日ですね、新宿区歌舞伎町にある暴力団事務所、ここは新世界、極東会の新世界ですね、極東会の中核なすね組織、そこで、60代の男性の顔を複数回殴るなど疑いを持たれている、重傷を負っている、意識不明ということみたいです。今の時点でですね、わからないです、もう本当に予断を許さないという形、それぐらいひどい。でこの報道によりますと、酒に酔っていたと、この容疑者は。で3日後に警察に出頭したということで、私がしたことに間違いないというふうに言っているんで、何かこの暴力的なことがあって、でも46歳が60歳よっていうのはうんと思いましたけど、それほど話題にもならずっていうことだったんですが、実はですね、私のところにちょっととある情報がもたらされてきたということなんです。この怪我を負った60代の男性をやり取りというか知ってますよっていうことです。なんとその前日に大阪にいたっていうとこ、大阪でいたそうです。大阪に、だから私は大阪にいますよ、どういうことだろう、大阪でそうなったのって思ったら、そのこうなる前に大阪にいたそうです。あ、そうなんだっていうふうに思ったら、これはどういうことかっていうと、この60代の男性はなんと少し前っていうか、数ヶ月前ですよね、ここの日にちはちょっと私ははっきりはわからないですけども、警察に捕まっていたらしいです、割と最近まで。それもなんと白い粉、ケミカル剤を大量に、何百グラムっていう単位です、それで逮捕されたそうなんですよ、大阪で。ところが出てきてるんですね、出てきてる。だからそれがあるのにも関わらず出てきてるっていうことはちょっとおかしいじゃないですか。捜査の仕方がまずかったのか、証拠の上げ方が違うのか、いやそこはわからないです。ただそこを知ってる人から聞いているので、その感じのところを。で結果それで取りようによったら、なんではめられて逮捕されたのか、それとも無理な逮捕があったのか、それとも本人の望みじゃなかったのか、いろいろ考えられますよね。大量な薬物、ケミカル剤、白い粉です。で、それで、どうやら東京に戻るということになって、この事件に巻き込まれた。だからここがどうなのか。いや、すごく、いい見方っておかしいですけど、見方によれば、そんな、ケミカル剤なんか扱いやがってっていうことで、指導という形でそういう焼きが入ったのか、それとも、お前これ下手打ちやがって、お前、物もなくなって、お前体だけお前こやがって、どういうことなんだっていうことなのか。ね、わかりませんよね。これだけど、こういう風になるっていうことは、大阪府警想像つかなかったですかね。てか、本人も。っていうか、何かのため、形で買いに行く。買いに行くっていう言い方おかしいけど、仕入れに行くっていう状況があるとしたら、私全然わかんないですからね、ここ。仕入れに行く。だから逆はないと思うんですよ。大阪の組織が東京で仕入れるってあんまりない。逆に関東の組織が大阪から仕入れるっていうと、どうもその場所が西成だったらしいです。西成っていうと、もうあそこしかないかなっていうふうには思いますけど、ね、いろいろあるから、組織名は言いませんけど、想像はできますよね。そこから仕入れて、大量に仕入れた段階で逮捕されるのは、仕方がないって言い方おかしいですけど、でも本人の体が出て、本人が出てきちゃってる。そのまま逮捕で刑務所に行けばまだしも、なんだっていうことになったのか、そこが謎ですよね。でもこんな形で釈放しちゃって、そうなることっていうのは、警察はわかんないか。本人の対応仕方が一つで、戻りました、じゃあ預けた金の物はどうなる、どうすんだ、本人がケツ吹けりゃいいですよね、それは。だけどそれができないとなると、こういう風になっちゃうのか。いや、こういう時は逆に酒に酔っていた、話の中でどうこうなった。全然違うことなのかもしれませんけどね。タイミング良すぎるのでそういうことかと。違う見方だったら、そんなことして迷惑かけてっていうことで、ヤギが入ったのか。でも事務所でやるっていうのは、計画的だったらならないんでと思うんですよね。なんか、こうしてやろうなんて言うと、それこそ東京湾はないけど、東京湾にとか山とかっていう風に、発想になるじゃないですか。で、事務所でそういうことになっちゃったっていうことになる、突発的なことで、もう、口論的なことになってそうなって、だけどあまりにもひどいので、病院に運んだ。でも誰なんだ、誰か出頭させなきゃいけないってことで出頭したとは思うんですけど、どうやらもう
結構重症みたいですね。そこまでね表に出るかどうか分かりません。これはそれとこれとは違うので、釈放されて東京に戻ったら重症で、パッとこのニュースを見たらそういう風にしか映らないけど、裏にはこういったことがあるっていうお話です。